さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするカードキーが全然足りないセブンデイズトゥーダイオブリビオンのお時間がやってまいりました。こんばんは、ふさおでございます。ということで今日もセブンデイズオブリビオンの世界で頑張ってやっていきたいなと思います。前回ですね、砂漠エリアのトレーダーハウスの地下施設ありましたね。トレーダーハウスがあるたびに毎回地下施設があると考えるとですね、最低でもトレーダーハウス4箇所確かありましたよね、デフォルト でどうなんこのモッドってトレーダーハウスって何箇所あるんですかね。もうトレーダーハウスがあるたびに地下施設があるって考えた方がいいですよね。そういう感じのなんか雰囲気感じてるんですけど、はい、ということで前回ですね、その砂漠エリアのトレーダーハウスの地下施設ですね、まあ行ってですね、あ、そうだ、これできてますね。そういえば、あ、作ったこのバーベキューグリルみたいなやつ作りましたね私。これ設置しましょう。できてるわ今の、なんとなく覗いたら、あ、忘れてたこれの存在忘れてた。いいじゃないですか、一番なんか用途が分かりやすい見た目してんな今回のモッドの中でこれは分かりやすいですね。はい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 、あ、いいですね。おいほい、あー、それでこれができるようになるんだ。ちょっと特殊な料理系ですね。あー、でも結局この辺もスキルを解放していかないと使えないってことか。通常の焚き火台の延長進化版みたいな感じですかね。コストコに売ってそうな感じよし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 ということで、まあ結局砂漠エリアの地下施設はですね、黒のカードキー、ブラックカードキーが全然足りなかったです。で、今ガソリンがなくなったので、この、私錬金テーブル、これもクエスト受注してるんで最初にもらったやつ、これを作ってですね、錬金テーブルで、これケミストリーステーションのことかなと私思ってるんですよ、錬金ステーションって名前だから。なんでこの錬金ステーションを作って、ちょっとオイルシェールがあるんでね、あの砂漠エリア行ったじゃないですか、で掘ってきたのでガソリンを作りたいんですよね。これか、錬金ステーションレベル1パーク錬金術師関係ないかな。でも唯一なのがこれがかまど扱いなのかケミストリーステーション扱いなのかが分かんないんですけど、これで解放したから今作れるようになってない。これ作れるやってますね、作れるように。錬鉄25の小石250、あー、メープルの生木また分かんないの来たな。あれー、木こりしてた時に前回オークは使いましたよね。オークの木探してる時に見た気がしないでもない。あれ違ったっけな。とりあえず木探さなくちゃいけないですね。炎の品質6が ありますね。これ持っていきましょう。よし、じゃあちょっとキックボード乗って周辺の真新しい木を探して、あー、これとかそうですね、モッドの木でしょこれも。はい、これどう、お、来た。シュガーメープルの木一発です。ナイス。これね、あー、この黄色っていうか、あー、この葉っぱの木、あ、これは見つけやすいんじゃない、オークと違って。オーク、ちょっと待ってくださいねなんで今日に限ってこんなに霧濃いのもう10メートル先ぐらいしか見えないじゃないですか。木これ晴れてたら一発で見つけれると思うんすよ、視界が見えるんで。これもうミストやないかい、ちょっとゲーム変わっとるやないかもう霧がこー。でも見つけました見つけました。やっぱまあ歩くっていうか動けばね、なんとか見つけることはできますけど、なんでこういうタイミングでさこんなに霧濃くなる。アルファ20からでしたっけ、こんなに霧濃くなるの。これ絶対晴れてたら一瞬で終わるのに、ちょいちょいあの黄色の木見つけた、あーった。ちょっと待った、ちょっとメープルの木先に、いや周りにゾンビもいるからちょっとこれ気をつけた方がいいですね。この PVE はいつも基本ね前だけ見て木を切ればいいんですけど、ここ PVP みたいに木の周りぐるぐる回りながら木を木こりしないと、ほら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 、足音とか鳴き声をしずにね、そっと近づいてくるゾンビがいるんですよ。あーし、この2本切って
終わりでいいでしょう。あ、ほらほら、来た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 、そういうこと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 、これね、 PVP で鍛えたこの周りを索敵しながら木を切る必殺技、まさかオブリビオンでも使えるとは思わなかったっすけど皆さんもね、木を切るときはちゃんとね、周り索敵しながら木こりしましょう。オッケー、こんだけあればいけるでしょう。それでは早速作っていきましょう。錬金術ステーションレベル1、1分30秒、結構かかりますね。あのね、アドバンストフォージっていう名前の作業台が1個あるんですよ。だからそっちがかまど扱いだとするならば、やっぱりこの錬金術ステーションっていうのがケミストリーステーションの進化版だと私は考えてるんですけど、違うかな。ちょ、待ってる間どうしましょうか。クローンステーションのクエストもまだ途中なんですよね。確か次は人クローンのこの原材料とチャンバー作んなくちゃいけないと思うんですけど、人クローンのチャンバーが確かね、機械部品まだ足りないんですよね。めちゃくちゃこれチャンバー作るのに機械部品要求されるので、これか、足りないですね。100ずついるっていうこれ車解体しに行こうかな。行ってたら錬金術ステーション完成してますね。さあ置きましょうか。いや来ますよ、めちゃくちゃでかいやつ来ますよ。覚悟しといた方がいいですね。さて今回あれ、よい、あのもう使いやすいサイズ違うで、なんでさ今まで散々でかいでかいでかいで来てたじゃないですか。なんでここに来てこうなんかコンパクトサイズにまとめてきたの。もうびっくりするわ、もう逆にダメに想像の上行く感じとりあえず時間置きはちょっとまずいので、最低でも木の強化ぐらい、あの玉石が今ないんですよね。だからまあ木強化のブロックでちょっと地面だけ作りましょう。よし完成ですね。さてこの形な、どっちが正面なんだろうこれ。ちょっとカウンターっぽい感じになってるけど、まあこの辺で、おお、クエスト完了、錬金術テーブル。次はジェネリックマジックポーションを収集する。なんだ、いやしかもこれ当たり判定っていうか、ここで決定を押さないとダメなんだね。ここなんだ作る場所。ジェネリックなんとかポーション、あ、ガソリン缶やっぱ作れますね。あー、やっぱ私の想像通りでした。中身はただ塗料の色とかめちゃくちゃ選べるな。お、いろいろ作れますねやっぱり。クロードペインキラー復元カプセル、何このポイポイカプセルみたいな名前。ほう、よくわかんないのこれ。大量の抗痛み止めを提供、ちょっと強めのあれなのかな、痛み止め剤なのか。ライオンバーブがあるでは掘ってきたこのオイルシェールを使って、おお、ちょっと待って、木材入れなくてもガソリン生成し始めた。え、すごっ。え、てかこれなんだろう、これグリーンスライム、豚足、3入りボトル、腐肉。え、ちょっと知らない間になんか私アイテムゲットしてますけど、クエスト報酬かなんかこれ。何このグリーンスライムって。お、あー、これもう一個スキルレベル上げないとジェネリックマジックポーション作れないんじゃないかな。いやー、合ってるかどうかわかんないけど、とりあえずこの錬金アップグレードコイン1を解放。このなんかね、錬金術テーブル自体をこう拡張しないといけない、進化させないといけないので、合ってる、いやー説明がちょっと足りないんで分かんないところの方が多いんですけど、でこのコインを使ってこのレベルを上げるみたいな。え、これどうやってレベルを上げるんだろう。あ、右クリックでいいのか。あー、やっぱそうですね、コインが必要って出てきますね。いやちょっと待って、だんだん複雑になってきましたね。こんなコイン持ってないぜ。なりましたー、これだ。錬金術ステーション、レベル2トークンクラフト。あ、木材だけで作れるわ。あ、これはいいぜ、これコストはそんな高くないっす。あー、このページか。あー、ここに書いてありますわ、錬金術テーブルをレベル2にアップグレードするトークを作ることができます。ツールベルトに装備し右クリックしてアップグレード。はこれでちょっと待てよ、わかんないからいっぱい作っちゃったじゃないですか。とりあえずこれで、右クリック、え、違う、これ F を押す、あ、右クリック、あー、できたー皆さん完成しました、マジックテーブルレベル2です。あー、これでいいんだ、ベルトに装着しないといけないってことね。ありましたありました、これですね、ジェネリックマジックポーション。なんかめちゃくちゃいっぱいあるな。あ、なんだこれ、
ジェネリックマジックポーション、豚足1分の1、グリーンスライムのかけら2分の1？え？復活のポーション。あー、素材が違うんだね、これ。ジェネリックマジックポーションって。あー、でも結局、私は豚足をクエストの報酬でもらったんですけど、グリーンスライムのかけら足りへんやないかい、1個。しかもオイルシェルがなくなってる、ガソリンと。え？レベル1の時にガソリン生成してて、あの音がうるさかったから止めたんですけど、入れたままレベル2にしたからなくなってる。帰りはいいんですよ、ワープできるんで。帰りはワープできる。あ、でも夜だからロックピックで開けないといけないか、トレーダーハウス。うまいことできてるな、このゲーム、本当に。いやー、だから、まあ、とりあえずキックボードで行かないといけないですね。いや、キックボードのガソリンはあるんですよ、まだ救いはね。あ、マッスルカーの方がガソリンなくなっちゃったんで、でまた砂漠エリアまで今戻って、オイルシェールだけ取らないといけないですよね。これ分かってきたかもしれないです。これ夜になると、このイクラちゃんみたいな、このね、いや、この人じゃない、この人じゃなくて、こっち、このイクラちゃんね、ナイトウォッチャー、この人強いけど倒すと、ほら、ルート袋落とすでしょ。これにモッドのアイテムが入ってたりするんですよ。ただね、上からのこの鳥貴族の人たちがこうすごい迫ってくるんで、ちょっと上からも気をつけながら、で光ってるイクラちゃん見つけたら積極的に遠くの方から倒した方がいいんですよ。でそうするとなんかキーアイテムみたいなやつがたくさんもらえる確率が上がる感じ。カードキーもね、多分イクラちゃんのルート袋から落ちたと思うんですよね。戻ってまいりました。オイルシェル取ってきたよ。オッケー、これでガソリンは生成できるんで、またマッスルカーに乗れるようになりますね。よし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 、これでオッケーと。しかもさ、ガソリン今オイルシェル取りに行ったんですけど、オーガを忘れて結局石斧で掘るっていう、もうオーガ買った意味ってなるじゃないですか。オッケー、とりあえずこれでガソリンはオッケーです。ちょっと行き詰まり気味かもしれないですね、これ。でももう錬金術テーブルは、あのグリーンスライムが今取り方わかんないでしょ。で次クローンも、あの人 DNA だから、まあちょっと時間かかりそうですよね。車解体して機械部品集めないといけないので、次どうしようかな。これそうだもんね、ゾンビの収集、ゾンビのカバーも入って、あ、ゾンビの収集が可能にって書いてある。これか、復活テーブルかっこゾンビの死骸を挿入って、一番最初に私が作った復活テーブル、使い方がいまいち分からなくて放置してたんですけど、これじゃない。ちょっと待って、さっきどこでしたっけ、ゾンビの収集、このスキルを取ればゾンビの死体収集できるっていう、これやば、ジャック・ザ・リッパー、これなんですね。じゃあこのスキルを取って、これ1でいいのかな。でそうするとゾンビ収集できるようになるの、これ。ちょちょい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 、悪魔のスキルだけど、これ大丈夫。とりあえずゾンビ探しに行きましょう。いましたね。ちょっととりあえずこれ引いて、ちょっとやっつけて、まずやっつける。あなたを復活テーブルの餌食にして、第1号から、いいじゃん、いいじゃん、やったかな、やったかしら、これ普通に叩けばいいのかしら、これ。え、取れる、あれ、これ、あった、あ、これじゃない、プラス1、お前の血肉を食ってやろう、出た。嬉しくてついつい灼熱気味になってしまいますが、これでようやく念願のゾンビの死骸ゲットでございます。よし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 、何が起こるか全くわからないんですけど、これで合ってるよね、ゾンビの死骸を挿入、これで、またこれあれかな、ベルトに装着して右クリックするとかそういう系なのかな。F を押して、だから1個外してベルト挿入して、これどう、いや何も持ってない、何も持ってないんだけど、これ挿入できるの。F を押す、いやだから回収じゃないから、ごめんなさい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 、 F を押したら回収しちゃうんですよ。なんか聞くやつ聞かないやつで、これしかもさ、でかいからさ、ちょっとここの位置だった、あー、この位置でいいですね。よしよし、右クリックだね。それでは皆さん行きましょう、復活テーブル。おおちょっと待って、
あーごめんごめん、違う違う違う、右クリックしちゃってる。やば、思ってたよりなんかリアルや。セブンデイズリアルや、なんかホラーゲームみたいになってきた。足、あの地下室にあったさピッコロの足とはまたちょっと違うんですけど、やばい。これ次どうしたらいいの？クエストなんかありましたっけ、この復活テーブルのやつって。クローンリクエスト、これ違うな、リザクレーションテーブル、これで復活テーブルを設置するってあるんですよ。ゾンビの死骸を挿入っていうのがあって、これ続きのクエストないんですよね確か。あーなんか出てきた。あ、復活ポーションを入れる。何？なんか見たぞ、復活ポーションってどっかで見たぞ。何でしたっけ、どっかで復活ポーションって見たな。これじゃない、錬金術製、あったあったあった復活ポーション。素材はゾンビの内臓、ゾンビの脳みそ。あ